安倍内閣の閣議決定としてこの4つの条件が決まっているわけですから、これをきちんと満たしましたねということであれば、どんなに総理と親しい方であってもそれは認めなければおかしいです。そのことをきちんと国民の皆様がご理解を納得いただくということが大事なのであって、これはもう本当に行政が公平公正適切になされたかどうかという、安倍内閣がどうだこうだというよりも日本国の行政に対する信頼の問題でございます。ですから森友学園にしても、あれが籠池さんであろうがそうじゃなかろうが、正しいものは認めるし、正しくなければ認めないよということさえはっきりしていればいいのであります。食料を作り、エネルギーを作り、出生率が高い地方を伸びて、食料を作らず、エネルギーを作らず、出生率が全国最低の東京だけが残るという日本の国は、国家としてありえない、あってはならない、そういうものだと思う。このままいったら国がなくなるのか。東京は地方のために何をしなければ、地方は東京のために何をしなければ、それが私は日本国最大の課題だと思っております。この国は急速に持続可能性と独立性を失いつつあります。横文字使うのはあまり好きじゃないんですが、サステナビリティが失われつつある。財政もそうです。社会保障もそうです。人口構造もそうです。農業、漁業、林業がそうです。10年先、20年先、30年先に、この国は今のままであり続けるかというと、絶対にです。持続可能性を失いつつあるのが今の日本です。そして、安全保障もそうですし、食料もそうですが、独立性というものをどんどんと失いつつあるのが今の日本だと思っています。この国にもう一度持続可能性を取り戻し、もう一度独立性を取り戻す、それが国政最大の課題である、私自身はそのように思っているところでございます。だけどそこの市に、そこの町に、どの分野をどれだけ伸ばせばどのように変わっていくのかということが霞が関で分かるはずなのに、そこの町にベストな方はそこの町でだけ分からんです。だけどそれぞれの市町村でどれだけそれを分析をしていただいているか、どれだけのデータが来てるんだろうか。地方創生のプロジェクトの中でリーサスシステムを動かしたのはそういうことです。自動車の方法と言いますが、地域経済分析システムという方法がありますが、そこの町の人、物、金、どんな人が、どんな物が、どんな金が、どこからどこへ、どの時間に動いているかというものが、今パソコンでもスマホでも全部見られます。試しにお家でお帰りになったらば、職場でもいいですけど、パソコン叩いて、スマートフォン叩いて、地域経済分析システムを聞いてみてください。そういうのが全部出ますから。そうすると、5年先、10年先に、我が市は我が町はこのまま行けばどうなるか出ます。今までそういう情報は行政が独占していたんですよ。それを市民に開放することによって、初めてお任せ民主主義から、脱出することができるはずです。繰り返し申し上げますが、経済が伸びず人口が減る時代は、それぞれの市町に何がベストなのかは県庁が考えてくれるわけではありません。県庁は全部区域で見なきゃいけませんから、それぞれの町のことは全部分かるわけです。県庁はそれを集約し、区域県全体としてどうすべきかというプランを知事はお考えになるでしょう。それを私どもは常に尊重いたしてまいります。ですけれど、基礎自治体のことはそこの方々が一番ご存知です。